ユーストリームを使って全世界に向けて発信、ラーメンミュージシャン井手隊長の今3時そうね、大体ね。あけましておめでとうございます。おめでとうございます。今年一発目の放送です。よろしくお願いいたします。この番組は全国のラーメンを食べ歩くミュージシャン、私井手隊長がサザン、ラーメン、本をテーマにお届けする60分番組です。1時間の生放送ですので、チャットやツイッターの方でね、どしどしメッセージをお待ちしておりますということで、はい、今年一発目のアシスタントは森見春奈ちゃんです。よろしくお願いします。森見春奈ちゃんの出演するドラマが1月7日から始まりましたね、はい、フジテレビで、はい、揉める角には服着たるね。まだあんま映ってないですか。そうです、ね、いつ映るのかしら。もう5、6話ぐらい、来週ぐらいから登場します、うん、なんかここのエンドロールは出てるから、はい、毎回出てます、ね、皆さんチェックしてください。いつからだっけ、何時からだっけ。13時30分から13時30分からね、30分からのフジテレビの番組出ております。森見春奈ちゃん、今年もよろしくお願いします。お願いします。はい、今日のゲストはもう、映り込んでおりますが、とってもすごい人が来ちゃいましたね。はい、びっくりしてます僕も。はい、メンタリストの DAIGO さんでーす。そして、ハイブリッドコンサルティング代表取締役 CEO、こちらの気づきの手帳の、著者でもあります吉山祐希さんでーす。よろしくお願いします。吉山さん、はい、すごい人連れてきちゃいましたね。ねえ、どうしたんですか急に。ちょっと来てって言ったらもうね、ちょっと来てくれた、ちょっと来てくれたんですよ。すいませんの、もう日本で今一番忙しい男ですよ。本当ですよ。ブラウン管、ブラウン管、あ、ブラウン管じゃないんだ。液晶、液晶、今日みたいな感じですね。そうですね。今日もなんなら液晶ですよね。なんなら液晶ですよ。すごいですね。まあ、どんな2人がご関係だったのかっていうところからですけど、うん、お二人はどんなご関係なんでしょうか。まあ、共通の仲間が、はい、まあ、たくさん、まあ、今までたくさんこういたんですけど、特に共通の、まあ、趣味として、はい、まあ、お酒、中でもあのシャンパン、シャンパン、シャンパン、そうなんですよ、うん、いい響きですね。なんか、まあ、去年ですね、僕はシャンパン騎士団っていう、あのフランス本国から、はい、その騎士に選ばれまして、はい、で、まあ、とにかく飲み続けてたらですね、ある、まあ、そういうシャンパンの会合に彼が突如として現れ、はい、で、はい、あれと、もう彼は実はもう昔から知ってたので、はいはいはい、で、こんなところで会うとはと、じゃあ実は僕もシャンパンラバーなんですと、まあ、そういう、ね、お話があって、でその再会を機に、まあ、とにかく夜な夜なシャンパン談義、うん、ですかね、はい、エトセトラ、エトセトラ、はい、ですね。じゃあシャンパンお好きなんですね。そうですね、でもなんか何人かで飲みに行くと、うん、最初シャンパンだけどその後シャンパンじゃなくなるパターン、なんか乾杯はそれで、うん、なんかおのおのみたいな感じですよね。そうそう、で、うん、僕今まで飲みたかったんですけど、うんうん、一人で開けることになるんですよ。そうですね、うん、なんか寂しいですよね。それも微妙なと思っていつも我慢してたんですけど、はい、話をしたら、え、じゃあ今日はシャンパン縛りでって、お店変えてもずっとシャンパンでしょ。ずっとね、ずっと、まあ、つい先日、まあ、2人でね、差し飲みした時もずっとシャンパンで通して、すごい珍しいですね、それ、そしたら騎士になったんですね。そうなんですね。メンタリズムと気づきについて語るシャンパンナイト、はい、あ、これが ね、なかなか楽しかったですよ。ちょうどあれですよね、金スマの時でしたね。そうそうそう、ちょうどそうなんです、金スマのオンエアの日で、もう忙しすぎてね、オンエアをもう忘れてるぐらいのね、すごい、で、まあ、実はこう差し飲みをしながら、うん、横で解説をしてもらいつつ、番組を見るというですね、非常に贅沢な、一緒にオンエアチェックしてたそうなんです、あの時に一緒にいたという。そうなんです、すごいですね。本当にファンの皆さんにはね、もう本当に頭はね、もうずれかしい。あ、なるほどね。で、今日は、吉山さんがですね、こちらの気づきの手帳、今を変えるための気づきの手帳というのを昨年の11月にですね、はい、発売したところで、まあ、こちらについてで結構この、まあ、書かれてる本、シャンパンを一緒に飲みながらいろいろ話してるだけあって、うん、結構DAIGO さん の、はい、メンタリズムにも、うん、なかなか通じることが多いぞなということになってね、うんうんうん、はい、だから今日シャンパンの話しに来たわけじゃないんだよ。ね、じゃあちゃんとした話をしようじゃないかっていうことになって、出てる水見とあれ今日シャンパンじゃないんだなと、結構薄めのやつがちょっと薄い薄めですけどね、ということなんですよ、はい、ね、それをだから今日はね、吉山さんがいろいろ紹介しながらですね、はい、DAIGO さんのメンタリズムのお話も差し込みながらですね、うん、話をしてもらえるってことなんですよ、はい、ね、面白いでしょ。
楽しみです。楽しみだね。去年から楽しみだ。まずじゃあ吉山さんからこの本がまあどんな本なのかってところからいきましょうか。はい、はい、ありがとうございます。まあ、今回、はい、気づきの手帳という書籍を書かせていただいたのは、僕自身が普段から、はい、企業のコンサルタントとして、うん、活動しているということがまず背景に1個ありますと、はい、で、まあ、あらゆる企業の人材育成のお手伝いとか、うん、あるいはその業務改善のお手伝い、まあ、そういったことを普段やってるんですけど、はい、結局パフォーマンス成果をきちんと出している、うん、ビジネスパーソンの方々っていうのはやはりその気づき、そのアンテナの高さ、感受性だったり、まあ観察眼だったりとか非常にその感度が高いなということに一つ自分自身が気づいたんですね。なのでその気づきのポイントっていうのは一つこう体系立ててまとめることができるんじゃないかということで、はい、まあ、今回、もうあれこれ24冊目ということに24冊目ちょっとね、今までは気づきっていうテーマでは一切書いてなかったもんですから、気づいてはいたけどそんなのはいらない、便利な言葉でしょ、でもそうです、すごく便利な言葉なんですよね、だからやっぱり日々そういう気づきの連続、これは仕事のみならず日常生活からもそうなんで、まあ、そういったものをこうエッセンスとしてこう散りばめながら一冊にちょっとまとめさせていただいたという感じなんですよね、はい、なるほどね、はい、で、まあ、今回その大学 の、 そのメンタリズムっていうところ の、はい、共通点っていうのもまたおいおいお話をしていこうと思うんですけど、はい、やっぱり一つ一つやっぱりこう超能力じゃなくって、うん、きちんと科学できるもんだということを、うん、彼自身もやっぱりずっとお話しされてるので、はい、まあ、結構僕もこの本出てすぐに彼にもね、僕渡そうと思ったら購入してたっていうね、もう、そうなんですか、びっくりしたんですけどありがとうございます、さすがと思って、すごい、はい、まあ、そんなこんなで、はい、ちょっとまあその辺のなんていうんですかね、共通点っていうことも、はい、ちょっと2人で紐解きながらちょっとお話を、ね、今日できたらなと、まあ、そういうふうに思ってますけど、はい、確かに大吾さんの本も私こちら読ませていただいたんですけど、うん、ありがとうございます。初め吉山さん何を言ってるんだろうと思ってたんですよ、うんうん、大吾さんとこう対談したらいろいろな共通点があるって言ってたから、うんうん、みたいな、もうそんな深くね、もちろんテレビでは見てますけど、テレビってやっぱ断片的なものっていうか一面しかこう見られないものだから、大吾さんはどんなことを考えてるのかっていうのをまあこの本で読んで、なるほどなと、パフォーマンスにフューチャーしすぎてたので去年は、はいはい、まあ、ていうかまあそれでメンタリズムというものを知らしめる PR だったと僕は思ってるので、そうですよね、はいはい、でだからそのこの前の去年の期日まで引退って発言をあえてして、なんでって疑問が起こったところに自分が答えたいことはこういうことでメンタリズムってこうだったんだって話を入れて、うんうん、で今年は変えようと思って、はいはい、その活動の布石になったのがこの本ですね、はい、だからパフォーマンスの内容を結構明かしちゃってるんですよ、いや本当ですよ、うん、ちょっとやろうかと思いましたけどね結構でもできるようになったって方が多いですこんななんか絵ついてる写真ついてますね、びっくりしました、うん、でやっぱりね、もう本当にちょっとだけかじった人っていうか、大吾さんをちょこっとだけ見た人だとマジシャンだと思っちゃいますもんね、うん、その辺がこういろいろこう葛藤もあったということでしょうね、うん、そうですね、はい、そうですね、だから、はい、ね、表紙にね、彼の本の表紙にも、ね、はい、その、フォーク曲げの、ね、やっぱパフォーマンスの話がこうありますけど、はい、まあ、この本ね、僕も一読者として読ませていただくと、はいはい、まあ、それパフォームする部分だけじゃなくて、パフォーマンスするだけじゃなくて、うん、結局仕事の中でも日常生活の中でもこう活用できるいろんな気づきがこの中にもこう散りばめられてたと思っていて、で、まあ、今回僕の本の中で話をしていることと、はい、実際そのメンタリズムということを提唱されているその大吾さんの方でお話しされている部分との、ね、うんうん、共通点というのをちょっとこうご紹介を、ね、うん、この後ちょっとしていきたいなと思いますね、はい、うん、で、行きましょう、早速行きましょう、いいですか、はい、行っちゃってもいいですか、はい、何個か、まあ、あるなと思ったんですけど、そうですね、まあ、一つ目はですね、はい、まあ、気づきっていうことから想定されるのが、うん、まあ、それどういうところにこう観察眼を当ててるかとか焦点を当ててるかみたいな話ってあると思うんですけど、うん、まあ、そういった意味ではどういう洞察力を持ってるとか、はい、鑑識眼観察眼を持ってるかみたいな話になるんですけど、ものを見るときに固定概念っていうものが結構邪魔をしてるのかなっていうのがあってですね、うんうん、例えばまあこれ水だって見る人もいれば、
日本酒だって見る人も色的ないるわけですよ、はいはいうん、日々やっぱりねあのお酒飲んで大好きだって人はそういうふうに見えるかもしれないしと、はい、ですからあのどういうこうものの見方をしているのかっていうのは非常に僕はあの気づきっていう意味では大事かなと思ってるんですね。で、まあ、そのこの書籍の中でもちょっとご紹介したのがあのまあ、それって本当っていうキーワード、うん、固定概念を打ち破るためのキーワード、それって本当ですから、これって水、それって本当っていう、うん、そういう、まあ、自分に対するそのなんていうんですかね、自問自答する癖というか、うん、一つ一つの問題だったり日々のこう悩みっていうこともそれって本当に本当に自分が落ち込むべきことなんだろうかとか、本当に本当にそれは問題なんだろうかとか、そういうこう本質を見るみたいなことっていうのは非常にその気づきっていう部分では一番コアというか大事になってくるのかなと思うんですよね。この辺どうですか、大君、その固定概念打ち破るみたいなところで。僕が尊敬しているメンタリストの一人でチャン・カナスタっていう人がいるんですけど、うん、彼が残した言葉で、うん、認識とは単なる思い込みであるっていう言葉がある、うん、人はすごく錯覚を起こしやすいし、うん、何かをこう思い込んで物事を判断しやすくできてるんですよね、うん、だから常に自分が見てるものに何か思い込みがあるっていうふうに考えるのがすごく大事です。例えばメンタリストっていうんだったら、人間の僕らの場合は自分の思い込みに気づくというよりも相手の思い込みに相手より先に気づいて利用するんですよ、うん、だから例えばそのパフォーマンスっぽいところで言ったらフォーク曲げとかスプーン曲げっていうのもあれは金属が硬いっていうところに、しかも日常生活で使って硬いことが分かっていて、それが当たり前だと思ってるから、ちょっと物理の知識と筋肉の知識があれば曲げられるのに、それに気づかないから硬いものが超能力で曲がったように見えて不思議に見えるわけですよね。それは相手の思い込みを使ってるわけですよね。だからそういう意味で言うんだったら、なんていうんですか、自分に気づくっていうことに結構その吉野さんの方はなんか重きが置かれて、はい、僕の方は逆に相手にの状況に気づく方の方が重いのかなっていう感じがすごいしましたね、自分の内側。もちろんそのクロスオーバーしてるところがすごく多いとは思うんですけど、だから思い込みはすごく自分の思い込みに気づいて解放されることも大事ですけど、相手の思い込みに相手より先に気づいちゃうっていうのはかなり強力なツールになると思います。怖いですよね。その思い、まあ、自分の思い込みにすら気づけないかもしれない中、相手の思い込みに気づくためのなんかこうコツってなんかあります？そうですね、うん、まあ、でも僕の場合は基本的に何人も人を見るので、はい、その比べると分かりますね、この人はなんでこういう考えしたのかっていうと、こういう思い込みがあったからだからこういう選択を、例えばあの時にこの例えば赤色を取ったのは多分この人はこういう思い込みがあったからじゃないかとか、例えば同じように赤を緑とかペンとか取らせる時も赤と青の話ばっかり僕がしたら抵抗、裏を確保する人は緑を取るんですよ。なぜかっていうと僕が触ったものが怪しいっていう思い込みがあるから、触ってないものを自分の意思で取ろうと思ってる。でももし僕がこの人は裏を確保してた、僕が勧めたものとか強調したものは取らないって、そういう思い込みが相手の頭の中にあるってことが分かってたら、僕は赤と青を触ったことによって緑を誘導して取らせてるわけですよ。なるほど、うん、結局思った通りになってる。それまでのこう過程の中で絞り込んでいくわけですね、うん、そうですね。なるほど、ね、だからそれは相手の思い込みに気づかないとどうなるかというと、相手が素直に強調したものとか暗示に反応して取ってくれる人だったら、うん、赤と青を強調しちゃったら赤か青どっちかを取りますけど、緑は絶対取らなくなっちゃうんですよ、うん、だから相手の思い込みに気づけないと誘導することができない。うん、今はパフォーマンスなのですごい簡単な例ですけど、はいはい、同じことが日常生活とかビジネスとかコミュニケーションで行われているとしたら恐ろしいですよね。恐ろしいですよ、うん、これだって DAIGO さんだけ日本酒だったらびっくりしますよね。実際に人の感覚ってすごく曖昧で、例えばメンタリストはよく催眠とか暗示を使うことありますけど、例えばこれが日本酒に感じるように錯覚させる方法とかもあるんですよ、はい、そうですよね。よく催眠術とかやりますけど、うん、あれ日本だとうさんくさい催眠術多いって言うと生放送の、ね、問題があると思ったんですが、あえて言いますが、はい、小ビジネスにしすぎてるんですけど、うん、例えばアメリカとかに行くと、麻酔が効きにくい患者さんに催眠をかけて抜歯したりとか回復手術したりするんですよ、はい、痛みを抑えてから取ってしまう、やってしまう。だからそれぐらい感覚とコントロールできるものなので、はい、それも一つ思い込みですよね。自分の感覚はコントロールできないものだと思ってるから、みんな辛いし痛いし、うん、悲しむわけですよ、うん、でもそのコントロールの仕方に気づくことができたら変えられるわけです、うん、っていう話を僕はパフォーマンスの話よりも本当はしたくて変えてたんですよ、うん、それをまず自分からやってみろよということですよね、うん、ビジネスにおいてはね、うん、
なんか勝手に自分の思い込みだけで判断しないで、はい、ってことですね。まあ、そうですね、漠然というと難しいんですけど、はい、ポイントがあるとすごく分かりやすいんです、はいはいはい、多分人によってポイントが違うんで、吉山さんの方は100個それが入ってますから、はいはい、でも100個全部使える当てはまるって人は結構少ないと思うんです、うん、そうですね、はい、やっぱり固定観念があるので、いやこれは無理でしょって思っちゃう人も中にはいると思うんですけど、はいはいはい、でも100個あれば少なくともいくつかは自分のあの新しい気づきにつながるツールがあるから、うん、しかも読みやすいんですよ、ものすごく、うん、すパラ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 読むんじゃない、うん、ありがとうございます。もだからそれはもうぜひ自分なりの気づきを読んで見つけてもらったら、多分あの一歩二歩新しいステージに進めるんじゃないかなと、うん、なるほど、僕も読んでて結構気づきました、うん、おなるほど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 、はい、うん、そうですね、さっき の, その、はい、相手のなんだろう、思い込みに気づくっていう話でいくと、その相手のまあ価値観とか、なんだろう、この本の中では僕はあの相手の当たり前、うん、要はその自分の当たり前のレベルと相手の当たり前のレベルっていうのは必ず違うんだと。違いますね、はい、ですからその当たり前のレベルっていうのを僕よく講演とかあの企業 の, あの研修とかでも話をよくするんですよね。要はその朝5時起きっていうのが当たり前っていう人と、うん、あの7時8時起きるのが当たり前っていう人はその当たり前のまあレベルが違って、別にその早起きが偉いっていうことを言ってるんじゃなくて、その時間の感覚だったり意識みたいなところがこう朝方っていうのが当たり前っていう人と夜方っていうのが当たり前の人だと、生活習慣そのものが変わってきて仕事のスタイルあるいはライフスタイルが変わってくるっていうのはあると思うんですけど、その当たり前のレベル感とか、その当たり前の設定したなんていうのかな、こうレベルっていうか高さ低さによってあの行動っていうのは変わってくるのかなと、はい、ですから行動がやっぱり変われば当然成果が変わるわけですけど、うん、行動を変えようと思うとその前にやっぱり気づいてないと、うん、認識してないといけないと思うので、はい、まあそのためのなんていうんですかね、こう気づきのポイント、はい、どういうところに視点を置いて、普段から過ごしていればいいのかっていうのを、まあ、この本の中ではまとめさせていただきたいと思いますね。はい、うん、はい、こう印象的だったのは、うん、違っているっていうことは間違っているってこととは違うんだっていうのが、うん、その本の中で取り上げられて、うん、あ、なるほどっていうのはすごく思いましたね、うん、僕も結構交渉とかももちろんあのエージェントとか事務所とかもあるんですけど、結構自分でやってたし、今でも結構自分で交渉することが多いんですけど、そうすると、はい、自分が決めてたストーリーとか仕事のなんかこう流れみたいなのから違うと、うん、それおかしくないかって思う自分は結構あったんですよ、うん、で僕の場合今まではでもそこで言ったり怒ったりしたったら意味がないので、はい、基本怒らないので、うん、そうするとじゃあどうやったらその人の思い込みとか信念を使って、うん、自分が正しいと思っているところに誘導するかってことを僕は考えてたんですよ、ね、でもあそれもでも一つ思い込みで、うん、別に相手と自分の仕事のやり方が違っててもだから相手が間違ってるわけだから自分の方に変えようっていうふうに誘導してたのもちょっと違うのかなっていう、うん、一つ僕はすごい一番この本の中ですごい気づいたところが一つでありました、はい、そういう意味では、うん、違う自分と違うことイコール間違ってることっていう考えを捨てるだけでだいぶ楽になるし、うん、可能性も広がるなっていうふうに思いました、ね、人を変えさすっていう方が難しいですもんね、うん、そうですね、変わる、うん、もちろんね変えなきゃいけない時もありますけどね、ありますけどね、そういう意味でですね、ちょっと1個こう書かせていただいたのが、はい、これちょっとチェックしてきたんですけどね、はい、ちょっと、何ページに書いてあったかってね、ちょっと自分で書いたんだから覚えとけって話なんですけど100個ありますね、はい、ちょっとこれご紹介したんですけどね、はい、共通点の多い人との相違点とは、うん、相違点の多い人との共通点とは、うん、っていう話なんですよね、はい、要はその人間はそのまあ普段から仲のいい、ね、仲間、親友とかもそうですけど、ある程度同じようなその感覚を持ってたり価値観を持ってる、あるいはそのライフスタイルを過ごしている人たちと、まあ、群れるっていう傾向あると思うんですけど、その中でちょっとでも何か違いが見つかったら何か気になる、うん、だけども全然畑違いの人と一個でも共通点があったら、うわ、なんかすごい心が通じたように思うみたいな、その違いってね、すごい大きいなと思って、はいはい、これってやっぱり円滑にコミュニケーション取っていったり人間関係作るネットワーク作っていくっていう中でも非常に僕大事なところなのかなと思っていて、今さっき大吾君あのお話ししていただいたその、まあ、違ってるっていうことがやっぱり、うん、なんていうかな、ダメだっていうね、やっぱそういう、こう思い込みがやっぱりあるのかなと思うんですけど、はい、まあ、決してそうじゃないということで、うんうん、なんかやっぱり人間ってその重箱の隅をねつつきたがる
ものなのかなっていうふうに、ね、ちょっと僕は思ったんで書かせていただいたんですけどね。はい、自分の中でレベルを想定するんですね、人って。だからこの人とは信頼関係があって共通点が多いって思うと違うところが目立つんですよ、はい、そのつまりその共通点があるってところが当たり前になる、うん、でも逆に共通点がないと思ってた人と意外な共通点を見つけると、うん、その1点だけで仲良くなることができるんです、でもともとで人ってあの相手の その人となりとかその性格を判断するときに1点だけで好きになって1点だけで嫌いになるんですよ、うん、ハロー効果って言うんですけど、うん、はいはい、相手の印象を決めるときって目立つ一つの特徴だけで全てを決めちゃうんです、はいはい、だから例えば新入社員が入ってきてたまたまその時にクライアントさんが英語しか喋れない人でトラブルがあったりします、ね、うん、そこでパッとその新入社員が入ってきてベラベラこう喋って問題が解決したらそれを見た人たちはみんななんて仕事ができる新人なんだって思うんですけど、でもこれも一つ思い込みなんですよ、うん、だって英語ができることと仕事ができることは何の関係がある、確かにそうですね、外資で英語が絶対必要な会社ってわけでもない限りは関係ないですよ、うん、でもその一点だけで判断しちゃう、うん、あいつはできるやつだってなんかイメージはつきますよね、そうです、うん、あとよく物で言うんだったら高いものイコールいいものに見える、少ないものイコール貴重に見えるとか、うん、つまりいいものに見える、はい、っていうのがそういう、まあ、いろんなところにそういう思い込みがたくさんあるので、うん、はい、そういうのを一回疑ってあの2つの効果があると思います。気づければ抜けられます、はい、でさらに気づければ利用できます。そうですね、今そういうふうに思った、そういうふうに見せることもできますもんね、プロモーションとしてはね、うん、だから実際に瓶の中に、まあ、今コップですけど瓶の中に例えば、はい、クッキーが入ってたとしますよね、はい、2つのクッキー全く同じ味です、はい、片方は少なく、うん、片方は目いっぱい入って、はい、で2つを食べさせるとどっちが美味しかったですかって聞くと少ない方がうまかったって言うんですよ、はい、うん、つまり貴重、こっちが食われてるから、価値があると、はい、だから同じようにお店に物を並べるんだったら服を売るときに10着限定ですって10着かけたらダメなんですよ、はい、1個も売れてないように見えますよね、そう、だからそういう時は3着ぐらい減らして10着限定って書いておくと、あ、もう3つ売れてるから買わなくちゃいけないって言って買う人が増える。ラーメンも同じですよ。ラーメン屋さんも、来ました、ね、ラーメン屋さんも人が並んでないラーメンよりも3人以上並んでるラーメンの方が人がどんどん並ぶんですよ。3人並ぶとバーって並ぶんですよ、うん、それもね、いろいろあってやっぱ考えてる店もあるみたいだよ、うん、だから店内には並ばせないでわざとね、外に店の外に並ばせる店とかもね、やっぱあるよ、うんうん、3人以上並べるのはすごくいい、日本人でやっぱ並びたいって言いますよね、いや並ぶのが好きなってよく聞きますけど、やっぱそうなんですかね、うん、まあ日本人に限らないですけどね、うん、結局その、ある種の恐怖なんですね、結局右に習いじゃないとまずいっていう教育がされてるし、あとは流行とか何か情報に乗り遅れるんじゃないかっていう恐怖感の2つが合わさって並んでしまうっていう、うん、僕なんてやっぱラーメンこんだけずっと食べてるから、うん、もう自分の知らないラーメン屋が並んでたりすると震え上がりますよ知らない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 みたいな、すぐ調べますもん、うん、さらに並んだことによって美味しく感じちゃうんですよ。そうですね、これだけ待ったそうだから、うん、それはあるかもしれん、うんうん、そういう意味ではその吉山さんとのつながりも、はい、最初お会いしてから結構時間が空いたんですよ、うん、空いて、うん、でもちろんシャンパンもあるんですけど、僕が一番最初にあとお話したいと思ったのは、僕はすごくその、まあ、その金スマの時もそうだったんですけど、はい、フェイスブックとかで、まあ、非公開ですけど悩んでると僕愚痴をつぶやくんですよ、大悟、うん、じゃなくてうつ語になるんですよ、うつ意図をするんですよ僕は時々、はい、もうやっぱりパフォーマンスでやっていくのはやっぱり自分の信念としても限界があるし、はいはい、あとはメディアに出るのも例えばこれから家庭を持ったりとかってことを考えてたら、うん、やっぱり怖いじゃないですか、うん、そうですよね、危険にさらしますから家族、うん、そうですよね、だからそういうのはもうやれないんじゃないか、どうなんだって話をしてたら、はい、ものすごい長いメッセージをそれまで全然そのすごいやりたいがあったわけじゃないんですよ、うん、本当にスクロールしないと Facebook で見えないぐらい長い自分も昔こういうのなんてっていうメッセージ僕励まされて、それでよっしゃ、うん、ちょっと考え方を変えようと思っていろいろ行動して、それから金スマだったんですよ。なるほど、そうそうそう、じゃあ影響を与えてるわけですね。そうですね、さん、いや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 ちょっとだけ先輩ぶっただけ人生的にはね先輩ですからね、なるほどね、まさに気づかされたわけです、ね、気づかされたさすが気づきのプロやっぱりね、だからああやってこうね番組っていうことだけをね見られてると、やっぱりそのすごくその華やかなね世界でっていうのはね、これは本当視聴者の方々っていうのが、うん、そこを大悟に対して思い込むところなんですけど、やっぱりそこのねこう葛藤とか、すごくやっぱりよく自分自身向き合ってるからこそこうなってるんだなっていうのはすごく感じさせられたので、うん、本当やっぱりメンタリストみんなのその心を読むといえ、
ものすごく生身の人間っていうか、ね、だから人間らしい、はい、今そのお話を聞いてなんかほっとしたっていうか、うん、なんていうかやっぱこれだけ人のことにいろいろ気づいたりとかってすると、うん、自分のことやっぱすっごい悩むんじゃないかなってやっぱ思いますよね、うん、テレビでやっぱこの本とか読んだらなおさらそれは思って、うん、どんな感じなのかなっていうかね、うん、っていうのはありましたけどやっぱりね、うん、人間は人間ですからね。そうですよね、うん、もう心の中でも心を読まれてね、ラーメン食いてんだろうなみたいな食ってきましたから大丈夫です手組むときは左手が上なんだマジかよやめてくださいよ手組めない感じになってるからまあいいや、はい、そうですかその今のねその手の組み方っていうのもそうなんですけど、うん、やっぱりそこにねやっぱり着眼点をあの、うん、スポットを、ね、当ててるっていうところが僕はすごいなと思うんですよね。あの名刺交換の時にちらっとこう開いた時に見える名刺を見るっていうふうに彼は言うわけですよ、ね、他に入ってる名刺とか、よく霊能力者とかが使う手なんですけど、はい、例えば僕がやるんだったらなんかパフォーマンスとかする時にも、うん、ペンと紙持ってても相手に書いてるんですよ。ください、お借りしてもいいですか、手帳の切れ端でもいいんで、はい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 、すると相手はカバンを開け手帳を取り出しピッて切ってペンをと一緒に渡してくれるんですよ、うん、僕は別にペンと紙を借りたいんじゃないんですよ。バッグを開けて手帳を開けさせたいだけなんです。その間に何が見えるかってこと、ね、そう、例えばバッグを開けた瞬間にバッグの中身が整頓されてるのかそうじゃないのか、うん、デジタルガジェットが多いのかそうじゃないのか、うん、手帳の書き方はたくさん予定を埋めるタイプなのかそれともそうではないのか、でペンや紙はどんなものを使ってるのか、であわよくは手帳を開いた瞬間に見える名刺を見ます。そうするとそれはその方が最近会った人か大事だと思ってる方がその人本人の名前なんですよ、うん、まあそれどれかですよね、どれかですよね、そしたらそれが見えてればでも本人は記憶にないんですよ、それは、うん、スコトーマって言うんですけど意識の外にあるのでないんです、うん、そしたら僕が目を見ながら最近男性と会いましたよね、その人の名前は少し背が多分高くてスラッとしてるタイプじゃないですか、ね、まあ、ここら辺は適当でいいんですけど、はいはい、多分イニシャルは Y、 ちょっと頭の中でイメージして僕にそう強くその人のイメージを、なるほど、吉山さんって方ご存知じゃないですかって言って、なんでですか、でも僕は見てるから言ってるんです、はいはい、うん、でも本人は知らないし、はい、その後も気づかないんですよね、うん、気づかなければ超能力者になってしまう。そうですよね、うん、気づきじゃないですか、完全に。そういうことなんです、吉山さん、はい、そういうことなんですよね。だから普段からやっぱり日常生活もそうだし仕事の中でもそういう観、まあ、観察を細かいレベルでできてるかっていうので、うん、まあ、この本にも僕あのファッションのこととかもね、うん、あの小さな気づきだけれどもそういう気づきをやっぱ重ねていく、うん、どこがファッションとしてあの今日のねポイントなんだろうかとか、うん、どこにこだわり持ってるんだろうかとか、これ第一印象でもいいんですけど、あるいはそのどういうブランドのものを、ね、こうワンポイント気づくかどうかとか、うん、気づく方ってこのあの僕もびっくりしたんですけど、このカフスボタンのここの裏のロゴを見て、そこってどこのブランドですよねっていうことをね指摘してきたりとか、結構細かいんですよ。だからそのメガネもどこのね、レイバンですねっていうのはやっぱりね、まあ見るわけですよね、みんなね。そうなんでしょうね。そういう細かいその観察眼っていうのを普段から養おうと思うと、やっぱりちょっとアンテナ意識高めてそういうところを見ておくっていうのはすごく大事なのかなと思うんですけどね。確かに、でも一緒に会ったなんかそういうの気づく人って嬉しいもんね、うん、あとはちょっと情報の出し方を変えるだけで人の心をつかめます。例えば褒める時もその時着てる服を褒めるんじゃなくてその前に着てた服を褒めるんですよ、はい、この間のそう相手がどんなファッションしてたかっていうのを名刺もらった名刺の裏でも手帳でも今スマホでも何でもいいにメモしておいて、次に会った時にあ今日の緑のネクタイも素敵ですけどこの前の青のやつもなかったですよねって言うと、えそんなに見てくれたのって思うわけです。超イケてますね、うん、モテますよこれそれでも逆に相手に自分が相手のことをちゃんと見てて興味持ってるってことを気づかせてるわけですよ。まあ興味は持ってる、間違いなくそうですね。そう、今の言い方だと何も僕は言ってないんですよ、はい、あなたも長くなりたいです、あなたものずっと見てましたよとか言ってるわけじゃないけど、言うことによって相手はあすごい見てくれてる人なんだなって思わせる、気づかせる、これが大事なんですよね、うん、なるほど、うん、これね、僕すごく有効だと思うのが、あの上司部下の関係の中で、はいはい、結構ね最近若手社員、まあ、新入社員からまあ5年目6年目ぐらいの方々とお話をしていると、うん、結構やっぱりねプレイングマネージャーって言われる上司が増えてきてて、そうですね、うん、あの自分自身で仕事も抱えてるけれども部下のマネジメントをしなきゃいけないと、うん、まあ、そういう方が増えてますと。なんだけどもやっぱりプレイヤーでもあるがゆえに部下の一個一個細かいところまで目配り気配りできてないということで、
若手からするとなんか上司は自分に興味持ってくれてないんじゃないかとか、まあ、そういうことをねやっぱりこう愚痴っちゃったり、はい、悩んじゃうっていう子もいるんですよね、うん、だからやっぱり今のその着眼点メンタリズム の、 あのメソッドそのものがやっぱりそういう部下マネジメント仕事の中でもこれ活用できるもんだなと、うん、僕はやっぱりそういうことをねあの彼との会話の中ですごくね、うん、あの感じたもんですからこれはねあのやっぱりビジネスシーンでどんどんやっぱその活用の場をね、うん、広げていくべきあの手法だと僕はもう確信してるんですよね、これね、うんうん、使い方の問題ですもんね、うんはい、確かにそう思います、うん、今聞いてるだけでも、うんはい、いろんなジャンルに使える人の心が入ればどこでも使えます、ねうん、別に恋愛で使ってもいいし、うん、人間関係でも使えます仕事でもビジネスも交渉事でも何でも使えるので、うん、どの方向に使うかですよね、うん、だから心の動かし方は知ってたんですけど僕どの方向に動かしたらいいか知らなかったんです、うんなるほどはい、だからそれをそれこそあのもちろん吉山さんとかいろんな方にあの先輩に教えてもらって今年はその体系化みたいなのをしたいなと思います、ねうん、確かにパフォーマンスもその一つだったということですよね、うん、パフォーマンスはもう本当に、まあ、PR ですよね入り口っていうかう知ってもらうってことが一番大事なので、うん、あのそのまさにその吉野さんの中にも書いてありますけど、うん、知ってもらわないと、まあ、認めて知ってもらわないとあの、まあ、ないのと同じだって言うか、まあ、言い過ぎですけど、はいまあ、同じようなものなんですねせっかくいいものなのにあのそれあのワインの話ですよね、うん、僕はあれがすごく印象的で、はいはい、日本のワイナリーが世界に、うん、あの出ていって、うん、っていうのをしなかったわけですよ、はい、そのちっちゃいところで作ってて、うん、でもその外に出たことによって世界が広がったりそういうことに気づくことが大事っていうのを見てあ結局でも自分がやろうとしたことも共通点があるんだなっていうのはすごく感じましたね、うんうんうんだんだんとこうやってフィールドを広げていくということですね、うん、この子はフィールドというかそのメンタリズムの使い方っていうかね、うん、っていうのをこうより一般的っていうか実用的っていうんでしょうか、うん、な方向にこう広げていくっていうことなんですかね、うん、そうですね、はい、だから僕らでも、まあ、レベルは違えど、うん、あの得得しようがあるっていうかあもちろんですよね、うんうんうん、だから何に使いたいかですよ、はいうん、何に使いたいですか何に使いたい人の心を読んだり操ることができるしたら何をしたい、はい、操るどうなんでしょうかねでも仕事にはやっぱ使えそうな気がしましたけどね、うんまあ、すぐにできるかって言ったらあれだけど、うん、この交渉はちょっとマイナスな方に向いてんじゃないかっていうことが、まあ、僕らでもその1時間も打ち合わせしてれば50分ぐらいの時は分かってるけど、うん、もうちょっと前に分かるんじゃないかとか違う話をしてみようとかっていうことにもなんか使えそうな感じもしたし、うん、そういわゆるそのコールドリーディングみたいなのもそうですけどね、うんうんうん、結構もともとコールドリーディングってメンタリストのテクニックなんですよ、はい、その中で使われている一部の、まあ、テクニックとコールドリーディングで、はい、コールドリーディングと同じジャンルでホットリーディングってのもあまり知られてないんですけどでそれがさっき僕が言ってた手帳を見て用意されている情報の形を変えてさも読み取ってるように見せる技術がまさにホットリーディングなんですよね、うんだからそういう意味ではすごい使い勝手はいいものなんじゃないかなと思います、うん、プレゼンするときとかでも大体こう、反対策を一緒に用意しておくといいんですよ、はい、占い師がよくやる方法ですけど、うん、例えばその、よく占い師っぽくやるんだったらあなたは基本的には明るい性格ですよねとですごくこう運できたらそのまま深めればいいんですよだから周りに人が集まるしこういうところもあるし多分ちっちゃい頃から大人にも可愛がられてとかいろいろ言えるんですけど、うん、今みたいにちょっと微妙な感じの反応だと基本的に明るいタイプですよねってうんって言いながらも微妙って顔だったらでもやっぱりその普段明るくしようとして頑張ってるけど結構時には自分が今やってることとか夢とかでつまずいてしまってへこんだりだとか自分を責めてしまうことがありますよね結構そういう子で自分に厳しいタイプだから、うん、そういうところがありませんかみたいな風な感じで言うとちょっとこうやって口角が上がって歯が見えてただってこう占い師の手法なんですね。そうですね。これはでもプレゼントが豪商で僕すごく使ったんですけど、ね、一番見るべきは口の周りです、はい、目は口ほどにって言いますけど僕は口の方がよく見えると思って否定している場合はさっきみたいに口の周りの筋肉がそう緊張してグッとなるわけですよ、うん、これはあのマイナス否定のサインです否定、はい、で逆に認めて興味を持ってると今みたいに少し口が開いて歯が見えるんですよ、ね、口の周りの筋肉が緩んでこれはプラスのサインです、うん、この時にはどんどん話を深めてはいはいはい、口が閉じ始めたら2つです興味がないか自分が話したいと思っているかどっちかですだから話題を変えて相手に振ってあげればいいです口が閉じたとか、うん、できるかなでも口が閉じたらそうすごくできると思います、はい、でもまさにそれはでも気づくかどうかですかそうですね、うん、相手がマイナスの時にどういう反応してるのか、うん、いいイメージを持つ時にどういう反応してるのかだからいろんな気づきがあると思うんですけど、まあ、僕はだから一例ですよ、ねうん、すごく分かりやすい例としての、うんうん
まあやっぱりねここまでこうでも彼も得得するまでの道のりっていうのは凄まじいものがあったんじゃないかなとは思うんですよね。で頭の中でやっぱり分かってても、うん、実際できるっていうところまで行くのに結構長い道のりあるじゃないですか、はいはいはい、でできてもいつもできるかっていう話もあると思うんですよ、うん、その 確率というか可能性というか、はい、でいつもできるようになったらようやく誰かに教えるっていうことはできると思うんですけどね、うん、なかなかそのなんていうか頭で気づいている理解しているっていうレベルとできるレベルそこの狭間ってものすごく大きいと思うんですけど、はい、結局そのメンタリズムを習得するまでに相当のやっぱりこう失敗があったわけですよね。そうですね、うんうん、もうねそれはちょっとねこう聞いてみたかったんですよ。だから天性のもんだとかその才能だっていう人もねいらっしゃると思うんですけど多分そこ、まあ、そのちょっとこうなんていうかなこう苦労談みたいな話も少しね、はい、こう見られてましたよね。実際どうですかその辺のこう失敗して。そうですね、技術だと僕は3段階あると思っていて、うんうんうん、まずは最初できないから練習です、はい、でそれから練習を重ねるとそれが技術になります。練習技術を手に入れてそれを使い続けると最後感覚になるんですよ。感覚、うん、だから今みたいにあ口が開いてこうなってるからこうだなっていうのを見なくても何だかパッと見ただけで手の形とか足の重心の向きがどっちを向いてるとか肩がどっちが下がってるとかを全部含めて多分この人はこういう言い方とかプレゼンをしたら認めてくれるし当たってるって感じやすいなっていうのを感覚で理解できるようになるんですよ。でもこれは別に当てずっぽってわけじゃなくて練習することによってそれがもう習慣づけられてしまって無意識にできるようになるんですよ。だから例えば皆さん携帯いじったりとかお酒どんなに飲んで酔っ払っても家まで帰れます、ね、帰れます、最寄りの駅から降りて、はい、携帯いじりながら風景見なくても周辺視野だけで無意識に家までたどり着きます、うん、たどり着きます。これがまさにそれですね、うん、それは習慣化して無意識が処理してくれてるからできるわけですよ、うん、そこまでたどり着かないとダメだというのが僕の考えだったんですけど、石山さんの本の中にもっと上が書いてあって僕はそのあんまり組織の中で生きてきた人間じゃないので、うん、そこまでたどり着かなかったんですけど結局分かるってこととできるってことは違うよと、うん、できるってことと教えられるってことは違うよと、うん、でさらにその上が書いてあって、うん、いつもできるように教えるっていうことはさらに違うって、うんうん、それはだからすごいなんつの、まあ、コンサルだったりだとかその会社とか組織ってものを前提した時に必要な知識で僕がなかった部分だなってすごく思いました、ね。うんうん、なるほど、はい、ちょっとチャットをチャットきましたか、はい、MK さんこんにちは、こんにちは、今見れないので帰ってから見ます、はい、っていうのとユーストリーマーさん982950さんこんにちは、大吾さんすごいっていうのと失敗談を聞いてみたいなって今言ったよ失敗談、あ僕ですか、うん、失敗談そうですね、思い込みで失敗したのが何回かあります、うん、で一つは和田アチ子さんに対してですね、はい、うん、あっこにお任せっていう番組で、うん、あっこさんが描く絵とか色とか誘導するパフォーマンスがあったんですよ、はい、で僕すごく裏を描くタイプだと思ったんです。話もそうだし、はいはい、腕の組み方とかを見てもだから絶対にひねってくるからこっちって選んだら逆だったんです、はい、一番シンプルで素直な答えだったんです、うん、まるでそれこそ純粋な子供を選ぶような答えだったんですよ。でも会って3回ぐらい会って何回か話してからすごく繊細で意外と実は心が弱いというか内気なタイプの方なんだなっていうのがすごく、まあ、ちょっと乙女らしいタイプの方だってことが分かったんです、うん、だからそれは自分がそのメディアのから入ってくる一方向の一部だけ切り取られたイメージで勝手に自分が出てる側でそれを分かってるのに同じ思い込み支配されてたんだなっていうふうにすごく学びになった失敗でしたね。マスコミが描くアッコさんが入ったからっていうことなんだ。そう、それをやっぱどこかやっぱ頭の中に前提として置かれてたのでだからすごい僕はいつも思うのはもうメディアだけじゃないと思うんですよ、うんうん、人間関係でも誰と会ってどういう立場で喋るのかどういうお店で喋るのかによって人の出てくる性格 その一面って変わるわけですよ。だから自分が今見てるのは片面なんだって気づかないといけないと思うんですよ、うん、だから例えばあのワインのボトルとかシャンパンのボトルが置いてあっても前から見たらラベルが見えるけど後ろ見たら原産者が書いてあるわけです、うん、同じなんですよ、はい、どんなものでも立体的なわけであって、うん、いろんな角度から見ないとそのものの全体像がつかめないと思うんですよね、うん、だからそれを怠って失敗した一つの例ではありますね、うんうんうん、失敗ですね、うん、あおいユーストリーマーさん982950さんコメント読んでくれてありがとうございます、はい、読みます。はい、あの他ありますか。あ他ですか、はい、あのこちらの中からね、はいはい、じゃあですね、まあ、結構ねその意識みたいなところをね、はい、たくさんこう書かせていただいたんですけど、はい、
そうだな、僕あのキーワードとしてよくあの、はい、視座っていう言葉を使うんですね、はい、視座、はい、あの視力の視にあの正座の座ですね、あの、はい、座るっていう字ですね、うんうん、で僕あの大事にしてるのはこれひょっとしたら大悟君かなと思ったのでちょっとご紹介したいんですけど、あの一回り以上年上の人と時間を共にすることが自身の視座を向上させると、うん、あのこれってまあさっきの当たり前のレベルっていうことと同じだったりするんですけど、あの例えば、自分よりも20も30も上の社長さんと対等に話をしなきゃいけないと思うと、うん、それなりのやっぱりインプットをしてなきゃいけないし、そのなりに立ち振る舞いをしてないと、うん、なんだこのガキはという、ね、あの扱い方を受けるわけですよ、はい、で僕もやっぱり20代の頃から、まあ、あの会社やらせていただいてて結構やっぱそういうことにぶち当たってきたっていうのは多かったんですけど、あのやっぱり目線を上げるっていうかその付き合う人をやっぱ変えていくっていうことがやっぱり自分自身のその視座、あの目線を上げる、それが実際その生活知識っていうものを変えていくための、まあ、一つのこう環境設定なのかなと思ってるんですけど、実際あの今ねこれ僕ちょっとお伺いしたかったのは、あのそういうメディアにどんどんであの出られて周りのその環境ってだいぶこう変わってきてると思うんです。変わりますね。ですけどね、それによってこう自分がさらにこう視座が高まってきてるっていうのはなんか感じる部分ってなんかありますか。そうです、うん、すごく思うのはでもやっぱり普通に生活してたら会えないレベルの方々とか、うんうんうん、年上の方とかと会う機会がすごく増えましたね、うん、あとすごくその嬉しいのが普通は相手と会って仲良くなろうと思ったら自分に興味を持ってもらって、うん、もちろん相手に最初に興味を持ちますよね、うん、で仲良くなるためには自分に興味を持ってもらってそれからコミュニケーションが始まるじゃないですか、うん、僕の場合は先にテレビのイメージができているから、うん、僕が会うよりもあの相手が先に僕のことを知ってくれてるんですよ、うん、こんな有利な状況はないわけですよ。よくタレントさんとか、まあ、みんながそうってわけじゃないですけど中には結構そういうの嫌がる人いるんですよ、うん、メディアに出て自分は出てるからそういう人たちがこう、ね、せっかく興味を持って近づいてくれてもツンってタイプの人がいるんですよ。僕すごくもったいないと思うんですよ、うん、そこ近づいて興味を持ってもらうことに労力の普通は 80% 以上が割かれるのに、うん、そこをクリアしてないのになんでその先の美味しいところしか残ってないのに行かないのっていうのはすごくあります、ね、あとはすごい勉強になるそのさっきの視座、ね、意味で言うんだったら僕は自分より年が上な人っていうのは人生経験は圧倒的に上だと思うんですよ、うん、で人生経験は生きてきた年月に比例してると僕は思うんですよね。あのいろんな人生があると思いますけど、はい、だから経験は勝てないんです、うん、だったらそういう人たちと対等に話すためには知識で勝たなくちゃいけないんですよ、うん、だからその人生経験で埋められないその人が持ってる人生経験の僕との差ですよねの10倍は本を読まなくちゃいけないと、うん、10倍の知識を持って初めてその教え経験を教えてもらってそれで僕はお返しして知識を提供できるっていう状態までいかないと僕は対等に話せないと思うんですよ。ですから僕はもうひたすら本を読みました。これ1日10冊とか20冊とかアマゾンで注文して毎朝届くんですよ、はい、それをひたすら読むっていうのが僕 の日課になってますね。なるほど。これあの時間管理とかね残業削減とかをテーマでねよくやってるもんですから、あのちょっと聞きたいのがそのインプットの時間をこれだけ忙しい中どう確保してるかっていうのはね、うん、ちょっとお伺い してみたい。インプットの時間僕は結構、うん、なんていうんですかねその時間のためだったらその例えば僕で言うんだったらタレントさんって普通は僕ぐらいのレベルだったらマネージャーさんって1人も多くて2人とかなんですけど、うん、僕4人動かしてるんですよ、うん、合計すると。でなぜかっていうとそれで例えば打ち合わせとか行かなくちゃいけないところが空きますよね、うん、空いた時間人と会いたいんです。だから僕夜とか時間は空けておいて、うん、いろんな例えばメディアに出ると仕事の付き合いだけで来る人とか、はい、あるいはそれを超えて、ね、お付き合いしてくれる方とかそういう方がたくさんいるんですけど僕は今もうずっとここが続くと思ってないんですよ。僕絶対にそのこうなると思うんですよ今のメディアの出方として、はい、だから今のうちに一生付き合える人をどれだけ作れるかが僕のテーマなんですよ、うん、だからなるべく時間を空ける方向に空ける方向にやってるのでだから人と会う時間が増えますよね、はい、僕、まあまあ、気づき この手帳の中にも書いてあったんですけど、うん、アウトプットって最大のインプットだと僕は思うんですよね、うん、だから人と会って話すことによってインプットが行われると、うん、でさらに単純に本を読むインプットだったらどこでもできるんですよ、はいはいはい、よく机に座ってお気に入りのペンとライトをつけて開かないとできないって言うんですけど、うん、あれは愚かな行為で僕はどこでもできるように常にあの本持ってたりだとか、あとはこう、うん、僕いつもこう iPad これミニですけど、うん、常に持っててここにいつも本が入っていて、うんはい、あの僕の本棚ですね海外の本とか電子書籍化してずっと暇さえあれば見てます、うん、だから皆さんが多分テレビを見ている
時こうドアが開いて端末がバーッと出ますよね。あれの20秒前までは僕本読んでます、うんうん、マネージャーさん待機してもらってこうやって読んでて、はい、大吾さん20秒前ですよ、もうちょっとだけ10秒前ですよって、さすがにやばいかなって渡してちょっとこう直してで出るっていうのを常にしてます、ちょっと読みます、はい、2件、はい、ユーストリーマーさん826578さん、はい、こんにちは。お、海外から見ています。ありがとうございます。大吾さん、メンタリズムから得るものとか自分の力になったものとかありますかっていうのと、ユーストリーマーさん982950さん、こんにちは。私も実は香港で見ています。お、この前本屋さんで大吾さんの本を見かけました。うん、実は香港で出させていただきました。おー、そうなんだ、ありがとうございます。で、もう一つが得るもの、メンタリズムが得るものと自分の力になったもの、得るものと力になったもの、そうですね、でも、すごいいろんなものが得られるとは思うんですけど、なんですかね、でも一番僕が得たものの、メディアの活動とかメンタリストになって得たものはやっぱ人ですかね、いろんな人とつながれたっていうのが僕の中で唯一テレビに出てよかったと思うところ、もちろん動きづらくもなりましたし、僕弟とかいるんですけど、やっぱその多少危険にさらしてるわけですよ、メディアに出ることによって。それは申し訳ないと思うんですけど、でもそれを補ってあまりうる、なんかその自分を応援してくれたりとか話せる人ができたってのはいいと思うんですよ、僕の好きなバンドで筋肉少女隊っていうバンドが大月健二さんの、マニアックなんですけど、大月さんの本の中に、その人気になるってことは、会ったこともないのに自分のことをすごいその殺したいほど憎むような相手を作るってことと同じだみたいな書いてあって、僕すごいそれを思うんですよ、でもその分誰からも嫌われないってことは誰からも好かれないことと同じだと思うんですよ、その嫌われた分だけ自分のことを評価してくれるし、その僕がね落ち込んで Facebook に書いてる時に熱いメッセージをくれるわけですよ。だからそれはすごく僕にとっては財産だし、僕がメンタリズムを使って一番得たと思うものはそれですか、ね、現状維持は最大のリスクということですね。現状維持は最大のリスク、もうこれだけこう活躍してても今現状維持じゃなくて、もう次にとね、もうとにかくその危機意識を持ってやってるっていうのが僕はすごいなと思わされますよね。また質問が来ました。ユーストリーマーさん078948さん、こんにちは。大学1年生です。はい、大吾さんは大学生活のうちで何をすべきだと思いますか。お、大学中に何やっとけばいいか。大学生活のうちに何をしたいのかにもよると思うんですけどね。そうですね、でも大学って僕すごいと思うのは、何やってもいいところなんです、授業も自分で自由に取れるし、深く学ぼうと思えば、僕よくやりましたけど教授を追っかけ回して教えてもらったりとか、あとはその大学のいいところは高校までと違って、高校の場合だとクラスっていう単位があって、そこで友達になりますよね。大学だったら友達になろうと思えば誰とでもなれるんですよ。例えばカフェテラスで可愛い子を見つけたら話しかければ友達になれるし、なんか面白いことやってるな、あいつなんでずっと図書館で計算ばっかりしてて変なやつだな、ちょっと面白そうなと思って話しかければ友達になれるわけです、まあ、はい、ただ誰とでも友達になれる代わりに、なろうと思わないと誰とも友達になれないし、何かをやろうと思わなかったら何もできないのが僕大学だと思うんですよね。だからそういう意味では自分のやりたいことをちゃんと見つけて、でそのためにこう何でもできる場所だと思うんですよね。だから逆に大学に行くんだったら単位を取るためとか就職するためとか、理工学部だから理系の勉強とかじゃなくて、自分がやりたいと思ったことを実現する、4年間っていうそのスパンがありますから、就活考えるんだったら4年はカットした方がいいと思いますけど、その3年間でこれをやるっていう目的意識を持ってやれば、選ぶ授業も速攻決められますし、誰と付き合うか、どの飲み会に行くか、どんなサークルに入るかっていうのも全てその目的のために一つにまとまると思うんですよね。確かに、だからやりたいことを決める場所なんじゃないかと思います。一番何でも始められる時期ですからね。そうですね、実際に東大生に、なんでこれ何年か前の古いデータですけど、東大生になんで東大に入ったんですか、って聞いたら、大体の人がやりたいことがなかったからって言ったらしいんですよ、でなぜかというとやりたいことがないと、でもそれを見つけた時に学歴が、自分のやりたいことを実現するための障害になると嫌だと、だから一番いいところに入るんだって言ってる人が多いらしいんですよ、だからまさにそういうことだと思います、なるほど。また続々と、先ほどの香港お住まいの方が、大吾さんはいつ香港でパフォーマンスショーできますか、生で見たいです。
香港か、香港はですね、どうですか、今でもあれなんですよ、ですね、僕のチームの方でですね、もう一人、まあ、メンタリストとちょっと違うんですけど、パフォーマンスがすごく上手なマインドハッカーというのがいましたですね、マインドハッカー、はい、彼が多分台湾に行くんじゃないかなと思います。で僕はね、行くかなどうかな、呼んでください、呼んでくださいってことですでも僕多分パフォーマンスやるのはもうそんなに長くないと思うので、そうですよね、ちょっと近いうちに、まあ、機会があれば、はい、お話尽きないんですけど、次のコーナー行ってよろしいでしょうか。最後にもう一回告知入れますけれども、はいはい、ラーメンのコーナー急ですね、これ唐突に違和感ありますけど、もうお二人もラーメンは食べるということはさっき確認しました、はい、確認されました、はい、吉山さんも、ね、相当ラーメン食ってきたみたいですね。相当食べてきましたね、はい、今日紹介するラーメン屋さんはニンパチというラーメン屋さんです。なんかこれ違和感あるな、大河さんの前でニンパチ、浜松町大門駅から徒歩5分のお店なんですけど、これさっき話出ましたけど、うん、行列のできるラーメンの話ありましたけど、ここは行列のできない美味しいラーメン屋として、うん、フリークだけに知られてる店なんですよ、うん、新橋なんで、まあ新橋じゃない浜松町なんですけど、開けてるんですけど、急にこう廃れた路地みたいなところに入ってですね、うん、絶対に開けてはいけないだろうみたいな扉を開けないと中に入れない店なんですよ。へー。でカウンター5席ぐらいしかなくて夫婦でやってるんですけど、まあ、そこのドアを開けますとですね、大変美味しいラーメンが待ってて、まあ、動物系と魚介系のダブルスープなんですけども、とても美味しい醤油ラーメンを出してるお店ですね。まあね、結構通りがかってもなかなか入りづらいラーメン屋なんで、調べて、はい、ぜひぜひ行ってみてもらいたいなということで紹介したんですけど、今日ね、うん、もったいないこのお店、本当にその店主さんにこの扉どうにかした方がいいんじゃないですかねって言いたくなっちゃうぐらいのお店なんで、ちょっと本当もったいないなと思うんで、うちの番組で大吾さんも出てる回でいっぱい人を見るだろうから紹介しようかなと思って紹介したの。どうですか、逆に扉が綺麗だったら行かなかったんじゃないですか。そうかもしれません。入るまでの障害が大きければ大きいほど、そしてそれが秘密のベールで包まれてる包まれてるほど人は中を開けたいと思う。僕もここを目指して行ったんですけど、え、どこから入んのって言って扉を開けたら、うん、え、どこみたいな、一回ちょっと階段を上がりかけて戻って、うん、あ、この扉かみたいな、うん、看板とか 何も、看板は一応あの通りのところにちょろんと置いてあったけど、まあ恐ろしいですよ、これ開けるの、うん、中でなんか魔女がスープ煮ててもおかしくない店なんですよ、うん、リピーターさんとかお得意さんがめちゃくちゃ多いと思います。僕の文化放送の知り合いとか結構通ってるって言ってましたね、うん、ぜひぜひ行ってみてください。はい、はい、じゃあ生歌コーナーかなでいいかなね生歌コーナーはい、今日本当調子狂っちゃうね、なんか腕の組み方とか言われて今日の1曲は、はい、毎回桑田さんの曲を歌ってるんですけど、はいはい、波乗りジョニーという曲です。これはもうみんな知ってますよね。桑田さんソロ初のミリオンセラーでコカ・コーラの CM ソングでもおなじみですけれども、うん、これタイトルね、2001年に出た曲なんだけど、タイトルは桑田さんがサザン結成前からもうこの名前で曲をいつか出そうという温めてた曲らしい。へえ、うん、非常に、まあ、なんかキャッチーな名前ですけどジョニーさん出てこないんだよこの曲、ね、だからなんてかなってみんな思ってたと思いますけど、だから大学時代に桑田さんがこう電車の中で思いついたというタイトルらしいです、はい、それをちょっと今日歌ってみたいと思います。お願いします。緊張しますねこれ今日年始一発目ですけど歌う前に水とかなんか珍しくないですか水の減りが吉山さんよりも最初に、ね、スタジオのお店に入りした時に、はい、ギター弾いてらっしゃったあれ何の方なんだろうラーメンミュージシャンで名刺いただいて余計分からなくなる大吾さんにも読めませんでした読めなかったですねじゃあ波乗りジョニーよろしくお願いします。I'm not afraid to die.
了させちゃいまして、ありがとう。うまい、ありがとう。ユーストリーマーさん、ありがとう。僕ですか、僕はトラウマなので歌う。トラウマ。え、なんか以前歌うまを発見しましたか、拝見しましたか。はい、そうですね。歌っちゃってましたからね。そうなんですか。なんか、ちょっと面白いのが来ました。歌ってと言われた大悟さんの反応をメンタリズムで分析したい。なんだそれ。どういう意味で自分で分析するの。そうですね、まあどう、まあ、じゃあお願いします。なるほど。拍手もしてます。はい、ありがとうございます。もう 2,3 分ですか。2分ぐらい。はい、わかりました。じゃあ最後にもう一度、お二人の本を紹介しましょう。はい、吉山さんの今を置き換えるための気づきの手帳、書店さんにて好評発売中です。はい、そして、DAIGO さんの、これがメンタリズムです。これも、はい、なかなかテレビで見る DAIGO さんとはこれ違いますよね。これ吉山さんね、しかもあの本に書けなかったこととか、はい、書いちゃまずかったことをですね、僕が勝手に音声プレゼントにしてつけてます。お、これを買った人だけがアクセスできる URL が中の紙に入っててですね、そうで、そこにアクセスすると、はい、まあ、僕の音声が1時間オーバーぐらいのやつを作ったので、うん、あの聞けるので、聞けるかな、はい、パフォーマンスのヒントとか、あとテレビの裏話だったりとか、はい、日常生活で使える心理術なんかを紹介しているので。なるほど、よかったらぜひこれを読んで、ててそれを聞いて、はい、いろいろ活用してくれと、はい、吉山さんのこちらも100個も入ってますから、気づきのよく100個も見つけました ね、はい、ねえ、まだまだ実は書きたいこと多分話しましょうよ。はい、はい、これでもう気づきマニア、ね、いいですね。一番暗いのは夜明け前と、いや、ちょっと ね、かっこつけすぎたかな。よろしくお願いします。はい、はい、それから森美春奈ちゃんの、はい、ドラマもよろしくお願いします。はい、揉める角には福来たる、見てください。よろしくお願いします。はい、あと朝出版からのお知らせもありまして、朝出版からのお知らせです。本屋さんに移行対象募集中です。あなたが本屋さんで本当に体験した物語を、大募集中で、3月31日まで、募集しておりますので、対象20万円、優秀賞10万円、賞金もありますので、ぜひぜひ検索してみてください。それからこちらの番組でも盛り上げてきました、新幹線お掃除の天使たちがミュージカルになることになりました。3月の、16日から24日までの9日間、渋谷のアーイアシアターでやりますので、1月の25日にチケット発売ですので、こちらも、サイトの方ぜひぜひチェックしてみてください。はい、はい、時間ぴったり、はい、ということで時計が不安なんだよね、なんかね、僕の時計が遅れるのはなんかあるって言ってましたけど。あ、そうです、あるかもしれない、ね、僕の時計毎回遅れてるらしいです多少遅れてるのかもしれないなと思ってるんですけど、はい、じゃあ今日楽しかったです。ありがとうございます、はい、なんかあっという間でしたけどね。そうです、またぜひぜひお話ししてくださいよ。はい、ね、ありがとうございます。はい、はい、今日の、ゲストはメンタリストの DAIGO さんでした。そして吉山裕貴さんでした。ありがとうございました。
シスタントは森見春奈ちゃんでした。ありがとうございました。そして私、伊豆隊長でお送りしました。ではまた来週、さよなら。